すラば構内の TM2226TM225 機関乾燥後で屋根状に消音器が乗り塗装がオレンジ色となっているレーティッシュ鉄道 TM225 から26系ディーゼル機関車はスイスのレーティッシュ鉄道の入れ替え用ディーゼル機関車である。1957年から1969年にかけてレーティッシュ鉄道の駅構内の入れ替え用として レイコ社の 55SA3 型及び 55LA4 型を TM2、2系の64から67、62、63、57から61、56号機として12両購入した機体を機関乾燥の際に改版して15から26としたディーゼル機関車で車体、機械部分、台車の製造をレイコが担当し、ディーゼル機関は製造時は SLM 製、乾燥後は、カミンズ製のものを搭載する。スイス連邦鉄道の TM2、2通型など同シリーズが、スイス国内で広く使用されているもので、製造時は、定格出力50、または 55PS、機関乾燥後は 84PS の期間と、機械式4段変速による、最大検引力 30KN の小型機で、全線の主要液で使用されている。なお、 それぞれの基盤とレイコの形式と、製盤、製造年、機関関送年は、下記の通りである。本機は、レイコ標準の小型ディーゼル機関車で、標準機、狂機ともに、スイス各地に同系機があるが、レーティッシュ鉄道では、以下の同系機が存在する。ロバート・アベ・エイジー、チューリッヒ・ハット、チュワイズ・リ・シュラコ・モティフ、ウント・マスカネンフ・フアベ・リック、ウィンタ・トゥール・ハット、 ダンプフバンファーカバーストレック、旧フルカオーバーアルプ鉄道の旧フルカ峠区間を観光鉄道として運行している2005年1月1日にセントラル鉄道となる。ありがとうございます。